はい、というわけで岩沢です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。で、今日は小別さんのね、ミッションにチャレンジをしていこうかなと思っているわけでございます。要は種から小別さんを育てたいということですね。見てください、うちの小別さんたち本当にね、丸くてすっと可愛らしいものから、こうドーンと大きないかついものから、あとはもう変な形したイレギュラーのものまで、本当にね、レパートリーがビザールフランスの中で個人的な関心が今一番高い。そうなってくるとね、やっぱりね、種から育てたくなってくるんですね。で、うちにも一つこんな感じで未生のね、ちっちゃい株を買ってきて、こうね、大きくさせてるやつがあるんですけど、でね、こいつもちっちゃいんですけど、がっつり成長してくれていて、これはこれでね、やっぱ見応えがありますね。まあ、みたいな形で、せっかくだったらね、じゃあ種から育ってみたいっていうので、で、オベサって株によって、オス株なのかメス株なのかっていうのが分かれていて、オス株はもちろんおしべを作って、メス株はもちろんメスしべを作る。で、それを交配させると種ができるんですけど、オス株とメス株両方必要なんですね。で、なんですけど、うちは奇跡的に実は今全部持ってる株がメス株という何たる偶然かということで、自分のね、家で今種を取ることができなくて、っていうね、嘆きをしていたら、先日ですね、SNS でフォローさせていただいている方から、種を、なんとですね、ありがたいことにいただいてしまいましたので、今日はこの種をまいていこうかなと思っているわけでございます。特にこうなんか木をてらった方法とかをするわけじゃないんですけど、まあね、オーソドックスにこれね、未生の巻き方みたいなものもご紹介できればなと思いますので、まあ、おみさを楽しんでいただきつつ、未生とかトライしてみたい人は、まあ、若干ね、もし何か参考になることがあればということで、もしよかったら今日もね、最後まで見ていってください。というわけで、今日も早速本編を始めていきましょう。はい、で早速始めていくんですが、まず用意するものが未生ですね。本日は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 粒あるので、これはね、今日も全部撒いちゃいたいなと思います。でまず一番最初にやるのは、これをね、水に浸して、要は発芽の準備をさせるっていうことをさせます。で、普通に水につけてもいいんですけど、発芽率を高めるという意味で、よいしょ、この2つ、メネデールとベンレートを水に溶かして、その中にオベサを沈めて水を吸わせてということをしたいと思います。で、メネデールは、まあ、名前の通りなんですが、発芽率を、ね、より高めさせるっていうところと、こっちのベンレートは要は殺菌効果ですね。未生とかのやっぱ一番避けたいところはカビとかだと思うので、そのね、カビだったり細菌類っていうものを殺すための薬がベンレートになります。なので、まずはね、これを2つ混ぜた水の中にオベサのね、この種を入れていきたいと思います。今日ね、動画にはしないんですけど、ちょっと他の未生も撒いていこうかなと思うので、大きめの1リットルのところで作っていきます。よいしょ。だいたいベンレートが2000倍希釈で、メネデールが100倍希釈くらいかな。本当はもう少し希釈させてもいいかなとも思うんですが、まあね、前回これでやって、いろんなね、未生このタイプであって、それなりに発芽しているので、今回はその感じでいこうかなと思います。このままでっかいところにこの種沈めてもどこに行ったかわからなくなるので、ちっちゃい容器に移します。よいしょ。ちっちゃい容器に移したら、いよいよね、この種たちを中に、まずはね、沈めていきたいと思います。よいしょ。うん、 OK、 見えるかな、見えるかな。今ね、こんな感じで中に種をね、全部沈めました。で、これでね、結構待つ必要があるんですよね。長い人によっては本当に丸1日とか待つ人もいるんですけど、まあね、うちではだいたい半日くらい、12時間くらい待って、ちょっとね、種をまき始めようかなと思います。というわけで、また12時間後にお会いいたしましょう。あれから約10時間前後くらいが経ちました。こんな感じですね。まあ見た目的に変化はほとんどないんですが、まあ何粒か、半分以上かな、の種が沈めましたね。はい、というわけで、ここから取り出して、次は用土に植え替えていきたいと思います。フレステラのこれ90だったかな、を使っていきましょう。で、用土がメインがこれで、小砂がこれでいこうかなと思います。このね、メインだけでもいいんですけど、ちょっと細かすぎるので、細かすぎてね、この網目を伝ってってしまうので、一応ね、底砂用にこれも用意します。メインの方はこれ何を使うかというと、これですね。はい、こちらですね。だいたい赤玉土、硬質赤玉土と、あとはバーミキュライトが1対1で入っている用土になります。用土なんでね、本当にまあ何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、2つくらい多分ポイントがあって、1つ目が基本的には無機のもの、要は栄養がないものを使うことによってカビの発生を抑えるっていうところが1つと、もう1つが結構ね、この用土の粒が大きすぎると根がこう張って、
下に張っていけないんですよね。土が硬くて、大きくて硬くて、なかなかね、根が張っていけないので、比較的こう細かいもの、プラスなんかバーミキュライトとかでね、まあ比較的こう根が潜りやすいようなっていうものを意識して、この赤玉土とバーミキュライトの1対1っていうものを使っています。でね、前回あのアガベの時、バーミキュライトオンリーでやったらもう飛んで仕方がなかったので、まあね、いい感じに赤玉土を混ぜて、これがね、今うちでは、基本的に未消はこれでやっています。で、下に引くのはこのね、排水性重視で、日向土かなを使っていきましょう。もうね、なんてことはないです。やっていきましょう。下側に日向土を入れまして、OK ですかね。うん。まあ大体1センチ、1.5 センチくらいかな。入れまして、次にこっちのメインの用土を入れていきましょう。でね、結構人によってはそのまま半年くらい育てるっていう場合は、肥料とかもね、一応混ぜたりする人もいるんですけど、個人的にはまあなくてもすくすく育ってくれる印象なので、このタイミングでは肥料はね、混ぜずにいきたいと思います。まあこんな感じでいいんではないでしょうか。でね、人によってはここでこう熱湯をかけて煮沸消毒したりっていう人もいるんですけど、でそれによってていうか殺菌というか滅菌する人もいるんですが、まあ、結局ね煮沸消毒したところで秒でね常在菌なんか戻ってきますので、大して意味はないかなと思っておりますので、基本的には、ね、煮沸はなしでもいいかなと思います。菌のね数を減らすっていう意味ではまあ有効かなと思いつつ、個人的にはスキップでもいいかなと思います。次ね、うちでは普通に水をまいていきます。でまあ、今回のねちょっとトライアルとしてはなんですけど、よいしょ、つけている希釈液、これさっき使っていたものなんですけど、なんかねネットとかあとは情報をね発信している人たちを見てると、結構これを最初のこの腰水とかに使っている人をねちらほら見かけて、そっちの方が発芽率が良かったりみたいな報告があるので、うちでもねちょっと今日は試してみようと思って、まずはねこれで湿らせて腰水をしていこうかなと思います。どうなんですかね、ここら辺の薬用成分が変にならなきゃいいんですが、うん、用土をいい感じに湿らせましたと。であとはこの上に種を置いていくだけですね。で今日は本当に10粒11粒しかないので、もうこのプレステラ1個に全部植えてしまおうかなと思います。でピンセットを使ってうまいことやっていきます。でこの時のねコツはですね、これがねすっごく細くて細かい作業するには向くんですけど、種取る時に滑っちゃって取りづらいみたいなところがあったりするんで、このタイミングではねこういうちょっと太めのピンセットを使っていたりします。ピンセットは用途に合わせてねいくつか揃えておくと非常にね便利だったりします。よいしょ、では巻いていきましょう。暗闇で発芽するタイプではないので、もう用土の上にただただ置いていくだけで OK ですと。むしろね、オベサについては光が強い方が発芽するみたいな、高光合成っていうんですかね、そういうのね、みたいなことを言っている人もいるので、そんなにね、別に植えずに本当に土の上に置くだけでいこうかなと思います。いいですね、オベサの種結構しっかりしてるから、持ちやすくて助かる。アガベの種とかめっちゃ薄いじゃないですか。持ちづらくて一気にね巻こうとすると大変なんですが、オベサは楽でいいですね。 OK というわけで、多分きっと画面には見えていないでしょうが、よいしょ、今ねこの上に11粒巻き終わりました。結構ね均等間隔で置いています。よく見るとねここら辺とかに粒がねポチポチポチとあったりするんですが、画面では伝わってないかもしれない。ここまで来たらねほぼねもう9割方終わりです。あとはこの上にねラップだったり、あとはジップロックとかで包んだりして、要は湿度をねほぼ 100% に保って発芽させるというターンになります。だいたい多分オベサの場合は、まあ、早いもので本当に植えた次の日とか2日目とかから発芽してきて、長くてもだいたい1週間とか2週間手前くらいでは発芽するものはね基本的に多分発芽すると思うので、まあ、その期間だけこう腰水プラスラップとかかけてね湿度 100% でちょっといきたいなと思います。というわけで未消をね巻く作業はここまでで終了となりますので、ここからはね約1週間のオベサの未消の発芽、そしてね成長の度合いを早送りでお届けしたいと思います。
はい、というわけで覇手谷を巻いてからね約1週間が経過しました。さあどうなったでしょうかというとこうなりました。無事発芽してくれました。よかったよかった。発芽率としては11分の8ですかね。まあまあなので悪くないんじゃないでしょうか。まだね1週間しか経ってないので残りの3つももしかしたら発芽してくれるかなと思いつつ一旦ね11分の8が無事発芽してくれてよかったです。このね双葉の感じとかマジで可愛いですね。きっと今画面が切り替わっていることでしょう。細いこの子たちがどういう経過を経てこれね、オベサのまん丸のボディになっていくのか、フォルムになっていくのかっていう話ですよね。で、実は今回動画にしたこの子たちを巻く前にですね、さらにその1週間ちょっと前に、実は試して巻いてみたんですよね。たまたま買ったオベサに種がついてたので、それをね、巻いたんですけど、それがね、こちらになります。ここにね、今2株あるんですけど、ちょっと分かりづらいかな、分かります?ここがね、もう中心がぷっくりしてきてるの分かります?この部分。そう、これどういうことかというと、要はオベサって今ねこっちの子たちがこうやって双葉が展開してるじゃないですか。でその双葉のこの中心のところがねどんどん膨らんできてこんな風にオベサ全躯体みたいになるんですね。まあこれももちろんオベサなんですけど、でこのぷっくりしてきたところがもうどんどん膨らんできて、で途中で葉っぱが落ちたりしてっていうのを繰り返して最終的にこのいわゆる皆さんが知っているオベサのまん丸のフォルムになっていくらしいですね。いやこれはさやっぱ未生ってこういうところですよね。もちろんさこの状態で買ってくるのは全然もうすでに可愛いからいいんだけど、なんかそういうこのぷっくりになるまでの過程をさ挙手一投足見届けることができるっていうのがまさにこの未生の楽しみだったりしますよね。いやー発芽してくれてよかった。というわけでねこの子たちは無事発芽してくれたのでまん丸のフォルムになってもらえるようにちゃんとね育成をしていきたいなと思ってあります。はい、というわけで無事ね発芽しましたので最後簡単にまとめていきたいと思います。まとめ。はい、というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。無事発芽してくれてよかったでございます。未生とかもねまだアガベとかちょっとねパキポディウムをやったくらいなので全然知識がないのでねどうなることかなと思ったんですけど、無事発芽してくれてよかったですね。いや可愛らしい。こうアガベとかが葉が展開していくのはもちろんなんですけど、こういう開根系このぷっくりする系のこのぷっくりする過程を終えるのはやっぱね楽しいですよね。見てて楽しい。これくらい大きくなるには結構まだやっぱり時間がかかるんですけど、まあねちょっとこれからゆっくり観察をねしていこうかなと思っています。でここからは強いね光のライトの元に当てて、徒長しないように気をつけながら当分はねこのポットの中で解析で育っていきたいなと思っているわけでございます。今回はトライアルということでこの10粒を巻いたんですけど、もうねこれちょっとハマりそうですね。どんどん巻いていきたい。自分でオス株なんかも買ってきて自家受粉をさせつつね、ちょっとねこれオベサの未生は増やしていきたいですね。ちっちゃいポコポコがたくさん並んでるとこを見たりということで、これは非常に沼でございました。あんまりね難しいというか癖のあるタイプではないと思いますので、ちっちゃくぷくっとしたこのねオベサの沼にハマっていただければいいんじゃないのかなと思います。というわけで今日はこれくらいにして終わりにしましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。このチャンネルではですね、こんな風に一風変わった植物を紹介したりですとか、あとはたまにうちのねペットの爬虫類とか紹介したり、あとは外に出て Vlog だったりフィールドワークなんかもしてますので、よしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。でね、他に各種 SNS、Twitter とか Instagram もやっていて、まあ、こんな感じに写真を上げていたりもしますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。はい、というわけでまた次回の動画がありましたらお会いいたしましょう。